1990年日本 GP にて、ピエール・フランチェスコ・キリは、イタリア・ボローニャ出身の元モーターサイクル、ロードレースライダー。愛称は、フランキー。ロードレース世界選手権、スーパーバイク世界選手権で、長年活躍し、2006年シーズンをもって、現役を引退した。キリは1982年にレースを始める。 1985年にロードレースヨーロッパ選手権 125cc クラスのチャンピオンを獲得すると、翌1986年にはロベルト・ガリーナ率いるハーベー・スズキチームに抜擢され、いきなりロードレース世界選手権の最高峰 500cc クラスにデビューすることになった。スズキは当時ワークス活動を休止しており、ヤマハ、ホンダが優位に立っていたが、キリは 鈴木勢トップとなるシリーズランキング10位に入る活躍を見せた。1987年からチームはマシンをホンダにスイッチした。最新型の V 型4気筒マシン NSR500 ではなく V 型3気筒の NS500 だった。パワー不足に苦しみながらも開幕戦鈴鹿で4位入賞、第8戦ルマンでは2位表彰台に立つなどの活躍を見せ、 47ポイントを獲得、シリーズランキングでは8位に食い込んだ。翌1988年には NSR500 を手に入れ、コンスタントに上位入賞が望めるようになった。表彰台の獲得こそ叶わなかったものの、110ポイントを獲得、シリーズランキングは9位だった。1989年はキリにとって500、CC クラスのベストシーズンとなった。 第5戦ミサノで初優勝を飾ったが、これは複雑な状況下で得た勝利だった。レース前、ライダーたちはミサノの路面が非常にスリッピーであり、雨が降れば非常に危険だと述べていた。路面はドライだったが暗雲が立ち込める中、ケビン・シュワンツをポールポジションにレースはスタートした。霧はうまくスタートを決めてホールショットを奪ったが、その後はシュワンツ、 ウェイン・レイニー、クリスチャン・サロンの3名がリードする展開となった。間もなく、雨が降り出したため、シュワンツは手を挙げて、アピール、レースは中断された。トップライダーたちはミーティングを開き、ウェットコンディションでのレース再開の前に、プラクティスセッションが必要だとの結論を出した。しかし、オーガナイザーは、この要求を受け入れなかったため、ワークスライダーはほぼ全員がレースをボイコットすることに、 なった。地元イタリアの霧は、他のライダーを説得したが出場を得られず、霧の所属する、ハーベーチームだけはレースへの出場を決定した。ハーベーチームと、会のプライベーターによる2ヒート目のレースが再開された。土砂降りのコンディションの中、スタンドからは、エディー・ローソンが、皮肉たっぷりに声援を送り、クリスチャン・サロンが投げキスを送るという奇妙な状況となったが、 霧は後続に30秒以上の差をつけて、優勝を遂げた。この年の表彰台はこのレースだけとなったが、上位での感想をコンスタントに続け、シリーズランキングでは6位に入った。翌1990年は、ラ・サンク・ロックチームに移籍し、第2戦ラグナセカでは3位表彰台を獲得するなど、活躍していたが、第9戦スパでの転倒で腕を骨折し、シーズン後半に、 長期欠場を余儀なくされ、シリーズランキングは11位に終わった。1991年シーズンより、キリは 250cc クラスに戦いの場を移し、バレージレーシングチームでアブリリアを狩ることになった。第9戦圧戦でクラス初優勝を遂げ、シリーズランキングでは7位に入った。翌1992年はキリにとって GP でのベストシーズンとなった。新たに、 マッシュミリアーのビアジをチームメイトに迎えた。このシーズン、キリはシーズン3勝を挙げ、ルカ・カダローラ、ロリス・レジアーニに次ぐシリーズランキング3位の成績を収めた。ちなみに、チームメイトのビアジは1勝でシリーズ5位だった。またこの年の第4戦ヘレスでは、レースが残り1周の時点でキリは二位を走行していたが、周回数を勘違いしてしまい、 ファイナルラップなのにスローダウンしてガッツポーズを見せてしまった。この痛恨のミスによって霧はほぼ手中に収めていた表彰台を逃してしまうことになった。1993年チームはマシンをヤマハにスイッチしチームメイトには前年の全日本ロードレース選手権チャンピオンのルーキー原田哲也を迎えチーム名はテルコールヤマハバレージとして TZ250M を買って シーズンを戦った。原田が4勝を挙げてチャンピオンを獲得した一方、霧は安定してポイント圏内での完走を続けたものの、比較的快でのフィニッシュが多く、シリーズランキングは10位に終わった。1年間の休養の後、1995年にはワイルドカード枠でムゼロでの一戦のみ、カジバを買って 500cc クラスのレースに参戦した。三番グリッドからスタートし、 10位で完走を果たした。このレースが、霧の GP での最後のレースとなった。また、1995年からは、スーパーバイク世界選手権に、ギャトローンチームで、ルカテ916を買って参戦を開始した。デビューイヤーには、第4戦モンツァの第2レースで、初優勝を果たし、シリーズランキングでは8位に入った。1996年には2勝を挙げて、シリーズ6位。 1997年は3勝でシリーズ7位となった。1998年にはワークスチームのドゥカティ・コルセニー籍を果たし、この年がキリにとっての SBK ベストシーズンとなった。シーズン5勝を挙げシリーズランキングでは4位を記録した。またこの年の第9戦圧戦での第2レースではファイナルラップに同じドゥカティのカール・ホガティにコーナーで インに飛び込まれ、霧は転倒してしまった。これに腹を立てた霧は、レース後にピットでフォガティに殴りかかる騒動を起こしてしまった。1999年からは、アルスター鈴木チームに移籍し、GSXR750 を借ることになった。霧は、シリーズ2勝を挙げ、鈴木としては、過去最高となるシリーズ6位という成績を残した。 翌2000年にはさらに成績を伸ばし、自身二度目となるシリーズ4位となった。2001年には、ライバル勢とのマシンのパフォーマンスの差に苦しみながらも、一勝を上げて、シリーズ7位となった。2002年には、NCR チームに移籍し、再び、ルカティのマシンを変えることになった。シーズン前半は、怪我による欠場などで、ノーポイントのレースが続き、 中盤には持ち直してなんとかランキング8位には入ったもののデビュー以来初めてとなる一勝もできなかったシーズンとなった2003年には PSG-1 チームに移籍したがマシンは前年と同じドゥカテ T998RS だった一席初年度はシリーズ7位2004年に霧は40歳を迎えたが一勝を挙げてシリーズ5位という安定した成績を残した 2005年には、クラーフィー・ホンダチームに移籍し、20歳年下のルーキー、マックスの生きる日な、安定してトップ10圏内での完走を続け、チームメイトより上位となるシリーズ10位でシーズンを終えた。2006年には、ティカイ・ X ・ドリームチームに移籍。マシンは引き続き CBR1000RR で、ミシェル・ハブリツヨのチームメイトを務めた。 4月にミサノで行われた公式テストで、キリは骨盤とあばら骨を折る重傷を負ってしまった。参戦欠場した後にレース復帰を果たしたが、第8戦ブランズハッチで42歳のキリはこのシーズン限りでの現役引退を発表した。20年以上の間、キリは世界の第一戦で戦い続け、スーパーバイク世界選手権で樹立した276レース出走という、 記録は、引退当時の最多記録だった。2009年現在、霧は、ガンダリーニレーシングのスポーティングディレクターを務め、マシンは、ルカティ 1098R、ライダーに、ヤコブ・シムルツとブレンダン・ロバーツという体制で、スーパーバイク世界選手権に参戦している。1969年から1987年までの、ポイントシステム1988年から1992年までの、 ポイントシステム1993年以降のポイントシステムありがとうございます。